ありがとう。おかげさまで、僕上条、世界中の老若男女に愛していただいております。今日もいろんな方々がいらっしゃってる。ここから見るだけでもと言いたいのがちょっと見えない。プリーズプリーズ、顔が見えた。いろんな顔があるな。おい、当然だ。こうして男の子、女の子、おじいちゃん、おばあちゃん、ひいおじいちゃん、嘘、いろんな方々に応援していただいて、この20年歌ってこれました。本当にありがとうございます。そんなことを昨日考えていたらね、すごいことに気がついてしまいました。男の子たち、よく聞いて、よく聞いて。例えばもし君たちが山奥の温泉に行ったとする。その温泉にはね、このステージにあるような真っ白なスモークのような湯気がね、たっぷりと立ち込めているんだ。でもね、その湯気がさーっと引いたと思ったら、 SE も鳴っていないのに、まさかのマッパの上条。そんな可能性を男性諸君、君たちは秘めている。わかるか、この可能性を。わからないか。いや、まあ僕にとっては危険性なんだよ。とりあえずお前たち、今度一緒にお風呂入ろうか。男の子も女の子も禁じられた領域へ行っちまおうぜ。行ってしまおうぜ。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。地獄へと落ちよう。
You're so cool.
こんなロマンティストを愛してくれている最高のロマンティストたち、ロマンティーク。月の上浮かぶ枯葉に投げて、見上げれば羽ばたくコウモリも蝶のよう可憐に肩に止まる。夜の中たとえさまよう、あなたはここから離れない。言葉交わし合えて愛を歌うよりも、今は見つめ合い瞳に映りたい。失えた心を与え、優しさに沈み込んで、やがて来る旅立ちの夜明けに、あなたを送り出す自信はない。言葉交わし合って別れ歌うよりも、ずっと いつでも僕は湖に愛を閉じ込めた。掴む未来の空で
何やるわ。